レン現地が警戒する日本代表がこちら。前日会見の取材に訪れると、15人ほどのバーレーンの記者が来ていた。日本の印象を尋ねると、日本代表には非常にタフな選手が大勢いて、情熱があり、激しい試合を戦える優秀なタレントが大勢いる。バーレーンにとって、最も危険なのは久保だ。彼はレアル・マドリーにも所属していたよね。そして遠藤もいる。彼らはヨーロッパリーグやチャンピオンズリーグでプレーしている彼らしい選手であり、優れたメンタリティを持っていると賛辞を続けた。中国戦でも活躍した23歳のレフテと日本のキャプテンが特に警戒すべき選手だと考えているようだ。非欧州の人ほど、選手の力量を推し量る物差しが所属クラブだよね、間違ってない。日本も最初はそうだったけど所属クラブがすごいと警戒するよな。中国戦はちゃんと見てるだろうから久保を警戒するのは当たり前。遠藤の良さをリバプール以外で見れてるならサッカーの見る目あるんじゃない。相手目線から見るならば、日本代表にはベンチメンバーも含めチャンスメイクできる警戒すべき選手が何人もいるので正直対処のしようがないのが現状ではないか。そもそも久保は休ませて。久保とかは代表戦終わったら EL 始まったりするからあんまり酷使しないでほしい。先の中国戦でも、久保は味方選手によってパススピードを変えていたという。若干緩めを染めにしたりの微調整をしていたと。あちらの芝はまっすぐ走らないということで、強め早めのパスに切り替える必要ができたがすぐ浮かんだ懸念はついてこれる選手がどれだけいるのかな?ってこと。採点10だからな。